すべてはここから始まります。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は、願いのアストロ第1話についてお話ししていきたいなと思います。まあ、この願いのアストロに関しては、ジャンプの新連載3連弾の第1弾ということで、本日発売のジャンプから連載開始となったわけなんですが、この願いのアストロの作者は、涌井健先生ということで、東京リベンジャーズや新宿スワンなども書いてきた先生ですよね。そんな涌井先生が、ジャンプでの初作品として連載を始めたのが、この願いのアストロになってくるんですが、それぞれのキャラクターの容姿からは通り部を思わせるような部分があったりもするので、これからの展開の楽しみと合わせて懐かしさも感じさせるような、そういった感じをね、僕は個人的に感じたわけなんですけど、まあ今回は連載開始ということで表紙と関東カラーを飾っているわけなんですが、関東カラーを見てみると、主人公のヒバルはそもそも黒髪マイキーに似ていますし、テラスに関してはイザナのような容姿をしている。そして以前から公開されているもう一人の女の子に関しては、ヒナと船長を合わせたような見た目になっていますよね。そしてその他にも肌の色は少し違いますけど、サンズっぽいような見た目をしている人がいたりとか、弁慶のような見た目をしている人、そして本編には胎児のような見た目をしているような人たちが色々と登場しています。そして連載開始となるのは第1話四つ剣ヒバルということで、このヒバルに関してはね、先週もちょっと動画を出しているんですけど、名字が明かされていなかったということで、四つ剣の人間ではないんじゃないかみたいな話をしていたんですけど、その予想は大きく外れましたね。なんならこのヒバルだけが四つ剣家の正当な息子ということで、先代の四つ剣金剛、この方の一人息子だということが明かされています。そしてそれ以外のテラスとかはみんな養子になっているということで、養子として迎えている四つ剣と名乗る人物たちが大勢いるみたいな形なんですよね。でその中には二代目組長の座を狙っている人物たちが多いということで、先代の意思としてヒバルがテラスを二代目組長に任命するということを公式 PV の中でも明かされていたんですが、本当のところを言うと、先代の思いというのは自分の実の息子であるヒバル、このヒバルが二代目組長を継ぐことだったんですよね。先代の組長の意思としては、他の二代目組長の座を狙っている養子たちは大きくなりすぎたということで、組の利権に頭がいっぱいっていうことを言っているんですよね。なのでまだまだ若くて心の優しいヒバル、このヒバルを二代目組長にしたいっていうのが実の父親であり初代組長である四つ剣金剛の意思だったんですよね。そしてこの四つ剣金剛は、弱きを助け強きをくじく心、義教心を大事にしていて、弱い者の味方だからこそ人に愛されてきた人物なんですよ。まあそもそもこの四つ剣組という組もヤクザとして悪事を働いているとかではなくて、表舞台に進出していて警察にも睨まれない組織になっていたそうなんですよね。浅草のインバウンドビジネスを仕切ったり、エネルギー開発など精力的に事業を拡大させていたんです。そしてそれが平成の話ということで、令和に入ってからこの四つ剣金剛が命を落としてしまった、まあ、それは事件性があるようなものとかではなく、おそらく病気によるね死だとは思うんですけど、そこでヒバルにこれからの四つ剣組を託していった、それがこの先代である四つ剣金剛の意思だったわけなんですけど、ヒバル自身は自分が組を継いでしまうと他の養子たちとの衝突によって組が割れてしまうということをしっかり理解していたんですよ。だからこそ二代目組長には自分ではなくテラスを任命していったっていう経緯があったんですけど、そもそもこのヒバルとテラスにはもっと他のつながりがあったみたいなんですよね。それもまさに初代組長であり、ヒバルの実の父親である四つ剣金剛の意思。実は金剛は生前に二人にペンダントを託していたんです。そのペンダントというのが、ヒバルには世界一強い銃弾のペンダント、テラスにはその弾を溶かして作った盾のペンダントをあげているんです。これは金剛自身が作ったペンダントではなくて、祖父から受け継いだ四つ剣家の家宝、そしてこれらは二つで一つなんです。矛と盾ということで、これはまさしくヒバルの異能ともつながってくるようなところではありますけど、銃弾のようにパンチを繰り出していく、それがまさにこの第1話でヒバルが得た異能になってくるんですが、この異能を手に入れていくというところでやはりつながってきたのがタイトルのアストロですよね。まあ、このアストロという部分に関しては前回の動画でも重要になってくるんじゃないかというところを話していたり、まあ、首からかけているネックレスに関しても形見のようなものなのではないのかという話をしていたんですが、まあ、その時は母親の形見ということで言っています。
ましたけど、ある意味ではお父さんの形見という形になっていますよね。そしてこの日はすごい数の流れ星を見ることができる流星群がやってくる日だったということで、大量の流れ星が通ってくるんですが、その時に大事なものを握りしめて願い事を願うと、その願いが叶うっていうふうに言われているんですよね。そしてその時にヒバルは金剛からもらった銃のペンダントを握りしめて、家族を支えるために、テラスを守るために最強の極道になれるように星に願っていったんです。するとその瞬間に流星群のうちの一つが隕石となって町に落ちてしまう。それによって町が崩壊してしまうという始まりになっているわけなんですけど、その時にヒバルをかばったテラスが倒れてきた建物の下敷きになってしまうんですよね。まあ、結果的には建物のくぼみの部分に奇跡的にテラスがはまっていて無傷で助かってはいるんですけど、そしてテラスを助けるためにヒバルは建物を思いっきりぶん殴っていくわけなんですけど、その時にヒバルが手に入れた力というのが弾丸のような拳、最強の拳ということで、これがね、右側に出てきたタトゥーの意味になってくるわけなんですけど、二の腕の雷管が発火して前腕の火薬に引火して爆発が起こることで最強のパンチを繰り出していくっていう、そういった流れにはなっているんですけど、この異能を手に入れた人物というのはヒバルだけではなく他にも大勢いるみたいなんですよね。最後のコマで完全に街が崩壊してしまっているわけなんですけど、そこに四剣組の養子であろう人物たちが異能を手に入れたようなコマがいろいろと描かれているんですよ。まあ、おそらく流れ星が見えた時に大事なものを握りしめて願っていたっていうふうにはなってくると思うんですけど、まあ、気になってくるのはテラスが何か異能を身につけたのかどうかっていうところですよね。ヒバルに関しては家族を支える、テラスを守れる最強の極道になりたい、そのためにこの弾丸っていうところで最強の拳を手に入れていった。じゃあその面でいくとテラスというのは盾を託された人物になってくるので、攻撃面でいくとヒバルが拳を手に入れている。じゃあこのテラスが手に入れるとしたら、おそらく守りの技ですよね。自分の肉体が頑丈になっているとかいう、そういったシンプルなことかもしれないし、まあもしかするとヒバルが拳を使って攻撃していくように、テラスは腕を使って盾を作っていくみたいな、そういった展開があっても面白いのかもしれませんよね。まあこの願いのアストロに関してはまだまだ第1話が始まったばっかりなので、今後の展開とかもね、ちょっとずつ考察していければなと思うので、ぜひ次の動画とかもチェックしていただければなと思います。ということで、今回で良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。その他次の動画でしましょう。